こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日は、勝てるのか、 NGC や PCGS の鑑定コインを買わずに他の鑑定会社のコインを買って再鑑定する手法、これについて話をしていきたいと思います。1枚目がこの1891の S、メース66ということで WCG という鑑定会社の鑑定、がついていると。でこちら MS66 で7700円で買ったということです。2枚目が同じく 1891S の、MS65 ですね。こちらが6800円で購入したということで、こちらは USCG という鑑定会社のスラブケースに入っています。で最後3枚目ですね、1833年の MS63 のディープミラープルーフライクということで、こちらは7100円で購入したということです。比較対象をするためにこの3枚をちょっと並べてみました。 1891S のモルガン銀貨、左から WCG、真ん中が USCG で、一番右が PCGS です。で、まあ、真ん中のは MS65 なんですが、まあ、これぐらい見栄えが違うということですね。特に真ん中のは、摩耗度合いも非常に大きくですね、まあ、あとはこの MS66 を比べた時に全く見栄え違うというのが私の印象です。そして PCGS の MS66 ではもう話にならないということで、62の画像を持ってきました。でこれも PCGS の MS62 と比べても、この MS66、65、まあ、どちらも全く、及ばないというのが比較対象して見えるというふうに思います。そして次は、AU58 ですね。この PCGS の AU58 と比べてもまだ、劣るのがこの MS66 と MS65 だというふうに思います。そしてこの USCG というグレーディング会社を、Google で検索すると、まあ、このように、まあ、もう今存在していないみたいに出ます。でここに URL 貼ってあるので、まあ、これをもう一回検索してみると、まあ、このようにこちらの方も要は存在していないということで、まあこれ Google で検索しただけなので、この会社がもしかしたらあるのかどうかはちょっとわからないんですが、まあトップページに出てこないのでちょっと怪しいかなという感じです。でもう一つ、WCG という会社も、まあ、同じように、このようにサイトがないと。でここにやはり URL 貼ってあるので、これを検索するとやはり同じようにサイトがないということが出てしまうということが見て取れます。ではこの1891の S ですね、グレード別に値段がどうなってるかというと、実際のこの66グレードであればオークションでこれ4000ドルが基準価格と、まあ、2022年の1月には5040ドルで落札されていると。でまあ、今見てたように58よりも、まあ、きっとグレードは悪いのではないかと見ていったときに、58グレードで、まあ、直近あまりないんですけど65ドルぐらいで、もしかしたら50グレードかもしれないので、そうすると、まあ、47ドルとかっていう値段が落札価格になっています。なのでちょっとこの先ほどのコイン2枚ですね、実際にオークションに出しても、まあ、購入価格が7700円、6800円だったと思うんですが、再鑑定に出して、グレーディング55とか58がついたとしても儲からないっていうのが結論です。で続いて1883年の MS63 ディープミラープルフライクということで、左の鑑定コイン、ちょっとこれどこの会社のかよくわからないんですが、右が PCGS ですね、まあ、今回ちょっと PCGS しか出していないです。でもうこちらも見て通りですね、左のコイン、右のコインと、まあ、明らかにグレードが違うであろうと、まあ、この
DMPL っていうのはディープミラープルーフライクなので、プルーフのような深い鏡面仕上げという意味なので、まあ、左の方には全く鏡面の虚の字もないという感じだというふうに思います。そして1883年のディープミラープルフライクということで、こちら見ていくと、このような感じですね。まあ、一番直近で288ドル、まあ、2019年18年あたりでも190ドルから、まあ、260ドルということで、まあ、これ購入価格が7100円なんですが、まあ、本物であれば、何倍ですか、3倍4倍はするというものになってます。まあ、明らかにこのディープミラーはつかないと思うので、まあ、これもちろん出してみないとわからないんですが、まあ、仮に MS 仕上げだったとした時に、まあ、63つけばいいと思うんですが、63グレードで、まあ、75ドルぐらいっていうのが本来の価格です。で、まあ、これ62とか61とかの可能性もあるので、61で、まあ、通常であれば50ドルから65ドルなので、購入価格7100円に対してやはり再鑑定出しても儲からないというのが基本だというふうに思います。最後結論ですね。まあ、今回この MS66 が7700円、 MS65 が6800円で、1883年の MS63 ディープミラープルーフライクが7100円ということで、まあ、この金額で購入されたものを NGC とか PCGS で、まあ、再鑑定した時に、まあ、勝てるのかという話なんですが、まあ、この3例を見る限りではとてつもなく難しいかなという感じです。で、まあ、ポイントはやはりこの、数字が全く当てにならないであろうということと、まあ、ディープミラー、ブルーフライクも、まあ、このコインではおそらく当てはまらないだろうというのが、ポイントです。でもちろん再鑑定っていうか、この2社 NGC、PCGS に出さないとわからないんですが、おそらく下手をするとクリーニングとか傷物とか数字付きのグレードにならない可能性すらあるので、かなり難しい内容かなというふうに思いました。まあ、おそらくそもそもの前提論が、まあ、この NGC とか PCGS に鑑定出すのが普通当たり前なので、まあ、それ以外に出てるというこの意味を考えなきゃいけないというところが最大のポイントだというふうに思います。まあ、やはり PCGS、NGC に、出てるコインを買うのがベストで、まあ、もし、自分で鑑定出したいのであれば、まあ、裸のコイン買った方がまだマシかなという、これが私の最終的な意見です。ぜひ YouTube の方ですね、質問があればコメント欄とか、あとメール、あと LINE の方にですね、お送りしていただければと思います。最後、今これ QR コードが出てると思うんですが、私が発行しているゴールドコインの LINE の方に登録するための QR コードになっています。あと動画の概要欄の方にもですね、 URL 載っています。あと LINE 上で@ゴールドコインって英語で打ちますと、私の先ほどのゴールドコイン発行の LINE にお友達登録できるようになってますので、ぜひ登録していただければと思います。まあ、これ個別相談というのをやってまして、30分間 Zoom オンラインで、私と、まあ、ご本人もしくはご家族まで含めて、どんなコインがいいかとかですね、どれが値上がりするか、どういうふうに売ればいいかというような質問を、個別相談で受けていますので、ぜひうまく使っていただければと思います。Thank you for watching. 見ていただきありがとうございます。Don't forget to like and comment the video. 動画にいいねやコメントを入れてもらえると嬉しいです。Subscribe to my channel. 私のチャンネルに登録してください。